原作準拠アニメを地上波で放送した時にありがちなこと。なお放送帯は深夜とする。中学生とかが深夜アニメにハマる入門的な立ち位置になりそう。つっても今だと小学生が普通に鬼滅呪術推しの子なんかを見てる時代だしな。最初にそれ聞いた時びっくりした。首飛ぶくらいのグロさなら小学生見れるんだな。というか冷静に考えると自分が小学生の頃っていうほど流血やグロ描写が薄い大人しめのアニメばっか見てたかというと。配信で見やすくなったからね。流血表現ができるようになる。ポケスペやんけ、と突っ込まれる。真面目に原作準拠アニメは見たい。BW シリーズやレジアル、SV あたり MAPPA が担当してきそう。最初の御三家とバージョンで揉めそう。片方基準で交換なしだと絶対出てこないポケモンも出そう。主人公のキャラ付けは毎回荒れそう。SV の1はアバンデエリアゼロの観測ユニット事故が書かれてコラミラが逃げ出すところから始まる。これは見たことないのに見たことある。終盤の伏線としてこっそりアラス2号が映り込んでると嬉しい。掘り下げと後のカタルシスのためにペパーやスター団のしんどい時期の過去描写がしっかりがっつり入りそう。MAPPA 制作の BW。呪術のゲラゲラ顔張りのクオリティでお出しされるゲイチスの本性を表した際の顔芸。BW シリーズのメインライターに高村純子。絶対ゲイチスの書き方と末路は外さないだろうなという安心感を与えてくれると思う。ポケウッド界のハメ外しにも対応できる。ポケウッド界が頭全開界になりそう。高村氏は絶対廃人ゲイチスを具体的な様子をお出ししてくる。高村さんの各ゲイチスは特撮でいうとジニス様系の描写になりそう。BW2 の N に説得されるシーンでネガ臆病かつコンプレックスの塊みたいなのを匂わせてくる感じ。BW だと観覧車で、BW2 だとポケウッドで確実にルパパとのレオタードおじさん及び鮭界や前回のマジマルチ成分をお出ししてくるぞあの人なら。古徳団の被害部分とか原作ではほぼ省かれてるけど高解像度で描写されるのかね。SM で田舎の嫌な部分描写が出てくる。腹も一概に良い人ではないってわかる描写も強調される。そしてボーディー BS 民たちがそれをするとこまで見えた。BW で、大つながりでキング・グニューを OP に起用したり過酷な北海道アニメつながりでマンウィズをレジアルに呼んだりと主題歌タイアップのガチ度が上がる。時田さんプラズマ談話視点で曲作りそう。ゲーム男主人公がちゃんと出てるアニメは正直見たい。原作準拠なら主人公の目の前、では滅多に人は死なないか。レジアル編はともかく。例の BW2 の氷漬け事件でマジの死人が出てそう。死人出てたら SM でのほほんと南国旅行してるアクロマのおぞましさが上がりそう。RSE 編で土砂災害とか起きて民家が流されてるんだ。俺は詳しいんだ。初代のシオンタウン編がガラガラの死体が描かれるし、それを殺したロケット団員たちがとことんゲスやろうとして描かれる胸クソ回になる。アニポケ本家で感覚が麻痺してたけど、ロケット団って本来こういう奴らですよ、という描写。N の部屋の下りで胸クソが盛られる。ポケモンは怖い生き物なのは確かだけど、それよりもさらに身勝手な人間の悪意が一番恐ろしいわ。っていうのがこの3つで呆れるほど強調される。赤緑編の最終度がスタンドバイミー。SV の素振り関連がものすごいドロドロした陰鬱な人間関係描写からのキビキビパニックはっちゃけで賛否両論になる。レジアル編、とんでもねえ。完全に原作通りやっても多少マイルドにしてもゲイチスとフラダリが素材にされる。ゲイチスは顔芸の作画次第。フラダリはどうあがいても新素材です。お使いくださいになる。新作アニメの脚本が、うろぶちゲンと発表されて視聴者声優陣が天を仰ぐ。アニポケの縁で山がどこかで主題歌やりそう。確実に言えること。N にまた声優が増える。石田明と声質が似てるたまるあつし、爽やか穏やかな声も出せるので意外どころとして岡本信彦、ポケマスみたくベテラン使うなら星総一郎。この辺が候補になるのかな。バトルシーンで血が出る。SV の OP が、ビリビリの縁では YOSOBI、アニポケの縁で山、になりそう。あとはポケケにメンバーがたびたび呼ばれてる関係でミセスが主題歌やるターンもどこかであるかな。ポケマスでセイボリーにエノキ、クララに富田来てたけどこの二人がこっちだと主人公の誰かに起用される予感はしてる。方円編はストーリーの方向性的にはエメラルドみたいな感じで作ってほしい気持ちがある。マグマ団アクア団のどっちかが敵になってヘイト集めるよりはどっちも敵になってほしい。これが真のデルタだって気持ちで作ってほしい。BW は豊崎秋をベルにシフトさせて名に一ノ瀬かなとか岩見舞斎薫とかでもいい気がする。ゲイチスは年の割に声質若い人が来やすい。フラダリは年の割に声質に年季入りまくった人が来やすい。ってなるとこの二人はまたこの法則に乗っ取ったキャスティングになるのかな。その法則にそうならフラダリはカナオ哲夫や中田ジョージあたりが来そう。音響は変わらずミマさん。なのでまたアニポケポケマス QWED アニメからシャッフルされる声優が多くなると考えられる。ガンダムのモブ MS 大群みたいに書かれる毒画と包み、Q
剣盾で順調に進める主人公の裏で苦しむポップや悲惨な子供時代のビート、苦労する兄の後ろ姿を見ることしかできないマリーの描写がある。スター男編の OP は通りでよろしくヒゲ男が担当する。というかくらい、ベイビーもホワイトノイズも、深夜放送した場合のスター大作戦周りに割と合ってる気がする。リーグ編、YOASOBI 根もつながり、レジェンド、崎山葵志、スター男編、ヒゲ男、ホームウェイ、山、で OP 担当を考えてみた。薄明の翼みたいなのが見てみたさある。フラダリのハエメカ装備登場シーンが MAD 素材にされる。BW の OP に YOASOBI が、英雄という曲を書き下ろす。これはめちゃくちゃありそうな気がしてる。BW2 の最終回でエーテルに就職が決まりアローラに旅立つ元プラズマ団員とルザミーネらしき人物と電話しているアクロマの様子が網折りで書かれる。MAPPA 制作のレジアルはポケモンは怖い生き物です。の解像度をさらに高くしそう。それとボロ戦を MAPPA 作画で見たい。銀河団員の一部調査隊が親分ポケモン相手に全滅するとことか冒頭で入れてきそう。刀や猟銃が通用しない描写もここでやる。BUMP も主題歌やりそう。BW の1話は OP なし、アバンデイヌの戴冠式シーンになる。ミマファミリーがまたキャラを変えて出演する。ジェネーボポケマスを見るにゲイチスに堀秀幸とか宮本みつるとかあの辺が配置されそう。宮本さんはプラターヌのイメージだったけどゲイチスの歴代キャスティング傾向見たら割とありそうだな。他作品でも冷徹な悪役をやることが多くて中川みたいな役の方がレアだし、何よりプリキュアでゲイチスみたいな所要の黒幕やってたのがでかい。方円編はどっちかに偏るとコンプラにも関わりそうなんだよな。だからエメラルドでレッグーザ主軸に添える方が良さそう。BW に鬼クールやるとして、後半 AD は羊文学にモアザンオーズ路線の曲を書いてほしい。鳳凰降臨とその光景を遠くから見つめる松葉。主人公による末君捕獲を静かに見届けるミナキ。アルセウスに選ばれた主人公を前に叫ぶボロ。鬼様の剣を含め主人公に対して暗い感情を向けるすぐり。この辺のシーンの書き方がなかなかエグいと一部で話題に。BW2 で迷子になっているのを助けた赤髪の男の子や落とし物を探すのを手伝ったメガネの少女。プラズマ弾と戦ってボロボロのヤーコンに駆け寄る桃色の髪の女の子に。そういうしての事件後にしゃがみ抱き上げられたずぶ濡れでぐったりした白髪の少年など、妙に印象に残った網折りのモブがいたなぁと話題にしてたら SV でネームドとして登場して、あーと視聴者が驚く。そこは BW2 時点ではさらっと流されて、SV の愛の円盤編で登場した時発掘されて話題になりそう。初見視聴者、あれ？あのモブたちやたら声優が豪華じゃないか？ああそうか、BW および BW2 の時にシアノも含めたブルベリ組が亀を出演できる隙もあるのか、写真でチラッと写したり。そういやビートも一種出身かもしれない疑惑があったな。プラズマ弾の襲撃で逃げ惑う一般人にや避難した人の中にそれっぽい子供が混じってる演出がありそう。ビートが一種出身だったら親がプラズマ弾員で最終的に縁切れた線もあるかも。BW 編の ED に崎山葵志か羊文学が起用されて ED 映像がとうとうと N の幼少期を交互に映しての対比。そして絵柄は緩くデフォルメされている。地形の曲で来るやつやん。ルザミーネ役の声優さんの迫真の演技で余計にトラウマを植え付けられる SM。御三家を誰に持たせるか、選ばなかった方の主人公がライバルとして登場する作品はどっちをライバルにするかとかそこら辺でネット民が揉めそう。とりあえず XY の主人公の御三家はハリマロン以外で。さなにでも持たせといて。腹コケコ VS リュウリーの戦闘が書かれるしもられる。原作準拠だと出てこない主人公が数人いるのちょっとかわいそうだなとか思ってしまった。スレガのアニメってもしシリーズとしてやってたらメイの出番はどのくらいになってたのかな。PV 見る限り明らかに歴は強兵衆より先輩だよね。BW2 のだったらエンディングが天丸っ子の曲になりそう。意外にシリーズ順番がランダム。GOCCHA のエンデ BUMP が主題歌やるシリーズは絶対ある。どこでやりそうかはわからんけど。そういうして襲撃事件は絶対盛られる。もちろんシャガの戦闘シーンやダートリの人間やめてる動きも盛られる。人々が凍りついていく描写とか悲鳴や助けを求める声がえげつないほどより生々しくむごたらしくされてそう。ジェネレーションズでもかなり攻めてたからなあそこ。確実に死人出てるって。しかも街に住んでいるポケモンたちも間違いなく巻き込まれてるタイプによっては、N にとってはかなりショッキングな光景になるだろうな。知ってる人いるかは知らんが、ポケモンオリジンをまたやってほしいって思うわ。金銀期待したけど来なかったんだよな。榊、小杉十郎太、松房、宮本みつる、青桐、三宅健太、赤木、安本博隆、ゲイチス、堀秀幸、フラダリ、内田直也、グズマ、森田誠一、ルザミーネ、ユタニアツコ、ローズ、銀河万丈、ボタン、タネキアツミ、オーリム、本田貴子、フプー、小山力也、
ボスたちの声優がまた変わる前提で考えた。アニポケで本田さんがレホール先生役に来たのはマスでオーリムか島星さんやるフラグに取れんこともない。ローズはヌーアな時のギルベルトさん結界戦線が浮かんだ。あのトーンで、おう、申し遅れましたとか、私はもう100回は話したのだがね、とか言ってる感じ。安本赤木は DP 当時からイメージあった。XY のお隣さん同士のラブコメ回とかサナデート回とか見てー。コウムラさんはキビキビパニックまで含めた SV の DLC 編書かせても絶対筆乗ってると思う。BUMP が主題歌やるとしたらどこになりそうだろう？候補としては、初代、アカシアのアンサーソング的なのを期待できる。B ワーブダブルに、シンプルに雰囲気に合うし藤原さん×B ダブルとか絶対泣ける曲を出ししてくる。剣盾、アカシアが出たのは8世代当時。この辺かな？ ORAS 松草の宮本さん感は確かにすごい。WEB アニメの流れ的に手掛けそうな会社は WITSTUDIO なのかな。霞のお色気シーンが電撃ピカチュウくらいある。描写がなくなる悪の組織たち。スター団は生々しさがプラスされる模様。時代、世代が進んだからこそ挿入できそうなシーン。カンナギ界で色あせたオロや小人の写真が一瞬映る。BW2 時西矢野や今より幼いブルベリ四天王らしきキャラがカメオ出演。BW2 の最終回でエーテルへの就職が決まり。お世話になりました、とロットたちに頭を下げる N 波プラズマ団員、アローラへとウキウキで旅立つ準備をしてるアクロマ。XY 最終回でアローラの話をしているデクシオとジーナ。RR 断片で青松 ORAS がエーテル襲撃のニュースを見ている。他に何かある？何かでかいギャンブルで全てをかけそうなギーマとか。公園でカグさん、ジョートでチリがカメを出演。マキス周りで一種の話が出る。RR 団のニュース見てる青松、自分たちのそっくりさんが TV に映り込んで青桐はワンピのギャグ顔みたいなリアクションしてる。松草はコーヒー吹き出すかメガネずれ落ち合ってるのが見える見える。シルフカデボンでマクロコスモスの張り紙がちらっと見えたりするっていうのは？初代の最終回、エピローグで世界は広い、というナレーションが入って上トータルデアまでがダイジェスト気味に流れる。間接現編のエピローグでピオニーが幼少ボタンとおぼしき写真を持ってるとか。そういう襲撃会は最後に時は来た。まとなこと言って高笑いするゲイキスで視聴者のヘイトを集めて引き、アニポケの時より八作先生はうるさくなる。コルサもテンションがよりハイになってる。メタ交換進化ゲイフリバージョン違いの出現などがありかなしかで揉める。あの世界ゲイフリがいたりスイッチや DS あったりでメタ認識も地味にありそうなんだよな。なしならなしで一部 NPC と交換できるポケモン除いて通信進化できない問題起きるし、ダートリのアクションも絶対盛られそう。え、深夜アニポケの脚本家を井上俊樹に。やはり担当するのは BW かな？脚本コウムラ概念笑う。歴代ライバルが湿度すごいやつと乾いてるやつで綺麗に分かれてそう。過去に何もない主人公だったら目の前で友達とか手持ちとかをボロボロにされたりするし、過去に何かあったらそれ関連の精神攻撃されるんだろうな。ポケスペ？物理的にヤバいのはレジャール、精神的にヤバいのが SM、どっちもヤバいのが BWBM2 になりそう。とりあえずコウムラ脚本と BW シリーズ及び SV が神話性高すぎる。それでいてトンチキパートもこなせるし。コウムラ脚本の悪はとことん悪として描き、最後は盛大に尊厳破壊するスタイルがゲイキスとシナジーが良すぎる。初代は手堅く富岡脚本になりそう。SV はまたバージョン違いで揉めそうだから、いっそエメラルド路線のオリジナルストーリーで行ってほしさある。それだと結局何学園になるんだよとか、推定良心がエリアゼロに取り憑かれたおいたわしいペパ先が爆誕してしまうから、どうにか折り合いつけて頑張ってほしい。ゲーム内では表現されなかったが実際にはあったと思われる雲らせシーンが多数出てくる。島巡りを挫折したグズマ含めた若者たちの実態とか、博士が研究に夢中になって次第に放置されていくペパーとか、だんだんダンデに追いつけなくなっていくソニアと最終的に自分とは別の道を行くソニアを見送るダンデとか、スレガのアニメのメイのポジションって何だったんだろう。非奥義の時点でパートナーがゼロだし、レギュラー放送されてたら頼れる先輩とかになってたのかな。サグウェイ界で共闘ありそう。虫ポケ、鳥ポケの弱肉強食や人によるポケ食がしっかり描写される。某 DBS の虫タイプ煽りたい団体がまたキャッキャしそうだな。あと腹も描写によってはやはり腹は悪人だった、とかでキャッキャする。XY の本編サイドで AZ が犯した罪と報い、罰とも言える3000年の贖いの旅の果てに待っていた奇跡が美しく描写される。田舎描写はやりすぎると燃えかねないからな。